In episode number one of Yusuke in Okinawa, we're starting off with exclusive interview on Shinzato Sensei, a Matsubayashi Ryu master who's the direct disciple of the founder of their style, Shoshin Nagamine Sensei. I knew this was going to be an interesting visit, since Shotokan and Matsubayashi Ryu both have its roots in the Shurite style, which means we have similar katas with different names, like Tekki to Naihachi and Bassai to Passai. What surprised me the most was his reason behind continuing karate for 50 years, and it was not to get stronger. Let's start watching. Shinzato-sensei, 今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、はい、私たちのチャンネルはショートーカンのチャンネルですので、はい、ちょっと皆さんに先生のちょっと自己紹介の方をあちらに向かってしていただけますでしょうか。はい、My name is Masao Shinzato、はい。この道場は流派松橋流、うん、イコール少林流で、です。で、私は空手歴はですね、50年になりますね。本部は那須にありましたけど、そこで稽古して、でも指導もしていたけども、道場を開いたのは20年前ですね。なるほど。はい。で、この道場は、海外からも県外からも研修にいらっしゃるのね。どういった背景で松林流というのができた流派なんでしょうか。あ、背景ね。松林流はですね、那覇って首里で泊まりってありますけど、泊まり手で、開祖は長峰昇進先生なんですけども、まず首里手の松村宗根先生と泊まりの松村小祖先生いらっしゃって、その次に喜屋武彫刻先生、荒木安吉先生、本部彫刻先生で長峰先生が、で長峰昇進のおじさんが私なんですね。あ、はい、松林の特徴というのは関節躍動でバネを踏むとやりますけども、関節躍動って関節、はい、膝ね、うん、個人的に先生の中で、うん、空手50年も続けられてきて、はい、何が一番こう楽しいですか。ああ、それ一番大事な質問ですねそうね、私がもう50年も空手を続けてるっていうのはね、ですね、好きだからですね、空手が。ただ空手が好きなんですよ。好きなんですね。強くなれとか、うん、そういうものじゃなくて、あ、空手が好きで。なるほど、うん、そしてこの子供と一緒に稽古するとか、うんうん、また、まあ、厳しいこのコロナ時代ですよね。空手はね、平和ですね、平和の哲学をみたいな、平和的な思想があってですね、うんうん、そして自分をこう振り立たせていく、はいはい、どんなに苦しい時でも辛い時でもこう型をやっていると自分を忘れていく、うん、あ、確かにそれはあります、ね、そう、うん、やっていると帯を締めて、うん、もう練習を始めるとパーッと一人でもこう生徒は言えないけど、はいはい、一人で毎日やってるんですよ、あ、型を。なるほど、うん、で巻きわら、はいはい、ついたり鍛錬したりやってますね、うん、あ、なるほど、うん、毎日そんなに長くないけど大体1時間ぐらいは、うんうん、やっぱり続けられてるっていうことは、そう、それだけそれはこの気持ちに刻まれてるわけですもんね。そうそう、うん、だからそういうこの厳しいこの時代なんかで生きがいにもなるんですよね。空手やってると戦争も起こらないじゃないかと思うんですよ、ね、本当にみんながやっていれば、はい、世界でこんなに紛争がありますよね、内戦、うん、もうこのもう戦争が、はい、空手やると、世界が空手やると戦争はないじゃないかと思うんですよね、僕は。なるほど、本当に。というのは空手は楽しい、このお互いやってると本当にもう平和ですよね。うん、空手は人を打たない、また人に打たれないということですので、うんうん、そのために自分をこう鍛えていく、うんうん、稽古で、はい、そういう
芯の分が 強いんですよね。なるほど、はい、空手に先手なしという有名な言葉がありますよね。空手に先手なし、はい、空手はやっぱりあの普通先手、何でもボクシングでも、うんうん、柔道でも剣道でも先手勝ち先手勝ちって言いますよね。空手には先手ってないんですよ、はっきり言って、うん、受けがすなわち攻撃になるんですね、はい、ご存じと思いますけど、うん、このブロックのブロックがあのすなわちあの攻撃になるので、自分からは人は攻撃しないと、うん、しかし来た時はそれを受けていかないので、受けた時のこのバチッとこうやった時に相手は痛いんですよね、うん、それ以上も怖くて来ないという、はい、引くという、うん、殺人剣じゃなくてね、彼女は、はい、僕殺人剣と思うんですよ。人を生かす、殺人剣、なるほど、うん、人を生かす、はいはい、だから空手やると戦争も来ないんじゃないかなと思いますね。その僕の精神性というか、精神で、そう、うん、で凛、なんか凛というあれで、ね、プライドっていうのかな、凛、空手やってると凛つ凛っていう凛ね、凛っていうのはあるんですよ、はいはいはい、自分を律するというのかな、うん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 、とにかくもう人は撃たない、うんうん、しかし撃たれない、撃たれたらもう受けて、そう、その稽古しないといかないですね。なるほど、それがさっきの、関節何でしたっけ、そう、あの躍動、関節躍動ね、あの踊る躍動するの、足縁に躍動、はいはいはい、躍動、それに現れてるわけですね。そうそう、うん、受けが、じゃあそこの具体的な技術でしたり、はい、っていうのちょっとこの後、はい、この後一緒によろしくお願いいたします。分かりました、はい、ありがとうございます。だから受けで今言ったのがどれくらい威力があるかというのは、はい、分かると思いますよ。ありがとうございます In our next episode, I'm going to be seeing and experiencing what the Kansetsu Yakudo is in the Matsubayashi Ryu Karate style. Please look forward to the episode. Please like the video if you like it. And subscribe to my channel for more videos like this in Yusuke in Okinawa series. I'll see you guys in the next episode.